ウクライナを訪問した岸田総理が訪れるポーランドには中村記者がいます中村さん最新の状況を伝えてくださいはい、ポーランド東部のプシェミシルの鉄道駅に来ていますゼレンスキー大統領との会見を終えた岸田総理ですがこの後ウクライナの首都キーウから10時間弱をかけてこちらのまあ列車のプラットフォームに到着する予定になっています その後ポーランドやウクライナを含め各国メディアは今回の岸田総理のキーウ訪問を G7 のリーダーとして一番遅かったと厳しい表現もしていますが一方で中国の習近平国家主席がロシアを訪問したことと対となる訪問と西側としてのこのタイミングでの訪問の意義は評価されています。 また去年2月のロシアによる侵攻以来最前線でウクライナを支援してきたポーランドとの首脳会談では日本が今後復興支援も含めてどのような役割を果たせるかなどを話し合いますまたウクライナへの武器供与にも積極的なポーランドが憲法上制約のある日本に対し武器供与について何らかの要請をしてくるのかについても注目されている点です 今回のウクライナ・ポーランド訪問で重要なのは、日本が支援として何を与えるかだけではなく、岸田総理が戦時下の市民生活など、ま,あ、また戦争の被害の実態など、生の空気を感じて何を受け取ったかという点にもあります。この点が G7 議長国としての日本の今後の方針にも影響を与えるかもしれません。以上、ポーランドからお伝えしました。